ぬーん。豚の鼻。この前のライブのね、あの帰りに少し、聞いた人もいると思うんですけど、豚の鼻買ってみました。グロいなこれ。グロいね。気になるね。チョピは多分食べれないでしょ。チョピは大きいのダメだもんね。すげえな。まあでも日町よりは柔らかそうだぞ。俺なら引きちぎれそうな気がする。これ本気出せば、うんね、別に匂いしないわ。いっかティー。うん、おい、ワン。チョピはまた別のものよ。チョピは無理だろ。チョピ無理だって。これ式のことティー。いけるそれ。いける？ワン。いいよ。いいよ。いいよ、いける？チョピは無理だろ。いいよ、ティちゃん。ティちゃん、豚バナ。豚バナいいよ。大きすぎるか。どうしていいのかわからんの？どうしていいのかわからない？大きすぎてわからない？少し切る？なんで怒った？なんで怒った？チョピ、なんで怒った？ティーいいの？ティーこれいいの？ねえ、カミカミしだしたら案外美味しいかもしれんぞ。ティーちゃん、なんな、俺の指でいいや。別に俺の指でいいんだって。豚バナ、豚バナね、メインの豚バナ。はいはい、はい、なに、怒るな、食べやいいよね。怒るな、食べやいいよね。なんだって。自分のもので意識をこれ植え付けるしかないね。これでトロフリをしてどうだ。すんなりかい。抵抗してよ、抵抗。すんなりすぎるぞ。えいえいえい。よし、デルルデルーと。どこ切ったのかな。あ、意外に柔らかいね。やっぱり半分にしてみようか。ちっちゃいの食ってたらあんま面白くないもんね。ちょっと待てよ、危ないよ。 OK T、 いいよ。これでどう、これでどうだ、これでどうだ。あ、いけるいける。あ、いった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 。ん、あれ、いいよ。それ T のだよ。それティーノ。ちっちゃく切って、味をね、まず覚えさせないといかんね。これでどう？はい。いける？いけるな。どうだ？今ちよりは硬くないよ。今ちよりは硬くない。いける？いけますか？いけるね、いけるね、覚えたね。よし、まあ、チョビも食べてみる。チョビも食べる。ちっちゃいやつ食べる。ちっちゃいやつ食べる。ちょっと待ってよ。大場合ならいけると思う。いける。はい。どうですか、ワン。どうですか、チョビタン、おいしい？あんたいかんわ。ちょっとでも硬いもの飲んじゃうで。これあんまり繰り返すとね、朝嘔吐することがあるんで、しっかり噛めないものはね、チョピはね、あんまりかわいそうだけど、ね、柔らかいものあげるわ、あとね。な、ワン。な、
豚バナのレビューでした。またね、バイバイティー。おお、どうしたチョピ、びっくりする、びっくりする、お尻すりすり、お尻すりすり何やっとんチョピチー。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチョッピーチャンネルの読者登録、高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。またインスタ、ツイッターの方もですね、毎日更新しておりますので、番組説明欄からのフォローよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイキーン。